沖縄県道247号フルーリヤガジ線は、沖縄県国上群落人村のフルート島と名護し、ヤガジ島の墨出とを結ぶ一般県道である。路線の目的でありシンボルのフルーリ大橋がある。沖縄本島から 1.5km 離れたフルート島へは1911年にサバニによる本島への定期輸送が開始され、船舶の近代化や、 港湾整備で輸送力は改善されていたが、それでも河橋による過疎抑制などを強く求めていた。1979年には、泣き神村から沖縄県に対して河橋構想が公式に出され、その後も沖縄開発庁や建設省にも養成活動が行われた後、1990年代に構想が具体化。県道指定を受けた1997年に、 八ガ島との大橋の本体工事が始まり、2005年2月8日に、竣工古売島民にとっては、悲願の開通であったと同時に、観光客も、古売大橋自体の規模、離島の古売島が、沖縄の原風景を味わえるスポットの一つであること、また、後に整備された古売ビーチを利用するため、多くの人々が訪れるようになった。沖縄本島からではなく、 ヤ賀ジ島から佳橋がなされた理由は、ヤ賀ジ島経由の方が距離が短いことから、佳橋コストが安いほか、重要港湾である、運転港の機能を阻害しないためであるとされている。なお、ヤ賀ジ島と、泣き神村川の沖縄本島との間の佳橋は、沖縄県道二百四十八号ヤ賀ジ、中曽根線として二千十年十二月十八日、ワルミ大橋が共用を開始したが、共用前は、 両島間の距離はわずか数百メートルであるにも、かかわらず、古うと島からなきじ村中心部の中曽根に行くためには、県道110号、国道58号、国道505号と羽地内海に沿って、約15キロメートルも迂回しなければならなかった。古うと島とヤガジ島では、自治体も違えば、所轄の警察署、消防機関、郵便局の集配、配達エリアも異なるため、 ワルミ大橋の教養開始前はこれら行政サービスの当事者にとっても大幅な距離的ロスを強いられていた。また、フルート島には中学校がないことから、中学校の送迎バスについても同様であった。フルーリ大橋はひたすら会場を貫き通る、約2トルの長い直線道橋で、両側は美しい沖縄のマリンブルーが展望できる。大橋開通直後は、 漁港としての施設は備えつつも、海水浴を快適に楽しめる施設に乏しかった。泣き神村は本部警察署。名護市は名護警察署。泣き神村は本部町泣き神村消防組合。名護市は名護市消防本部。フルート島は泣き神郵便局。矢賀寺島は羽地郵便局。矢賀島には中学校が設置されている。ありがとうございます。